ちゃん。こんにちは、瀬豊さん、はい。カープがこれまで結構後半首位で走ってきていたんですけれども、9月頭ぐらいですかね、入ってからちょっと失速というところで、今、首位ではなく現在2位というところになっているんですけれども、まあ、危ないよな。ちょっとそうですね、雲行きが怪しくなってきました。で、先発投手陣もやっぱり9月頭に入ってから初回にちょっとかなり失点してしまったりとか、ね、あと、まあ、打線についてもちょっと勢いが止まってきてるのかなとか。で、9月に入ってからはここまでが2勝6敗と、まあ、10日までね。そうですね、9月10日、9月11日現在なんですけども、はい、こうなっています。さあ、ここから広島がこの負の流れを断ち切るには、上に行くにはっていう今日動画なんですけれども、まず今、豊さん、カープの状態ってどんな風に見てますか？ここまで来れたのは、はい、やっぱ投手陣のおかげっていうかね、うん、はい、まあ、そういうことだったんだけども、まあ、森内が言ったように、まあ、初回の失点だとか序盤の失点っていうのが、うんうん、これは 1-2点だったらまだしも、はい、やっぱ3点取られたりだとか、はい、結構ポンと取られるんだよね。その後はこう頑張って抑えていくんだけどもさ、ね、ただ広島のその野球点の取り方ってやっぱ1点ずつの積み重ねなんだよね、うん、だから最初に大量点を取るとやっぱね動きにくくなるんだよ、野手の攻撃があって、例えばこう3点差ある4点差あってここでバントするかとか、はい、本当に動きにくくなる。じゃあエンドランかけてみるかとか、うん、まあ、いろいろこう偏りが出てくるというか、やりたい野球ができなくなるというかね、まあ、そういうことがあるから、やっぱまずはやっぱこう先発投手陣が頑張るしかないよね、はい、これは一過性のものなのか、それとももう疲れが出てきて9月こういう風になっちゃってるのか。だから8月に頑張りすぎたな、先発陣チーム全体が、全体に疲れが来てるような。いいな、うん、あ、まあ頑張りすぎたなって頑張らないやつはいないんだけどもさ、うん、だけどやっぱ勝つってリスクを伴って勝っていくから、うん、無理したりだとかね、うん、まあ、その反動が多少来てるなっていうような投手陣の中に関して言えばね、はい、なんかそう思うよな。そうですよね、投手陣の防御率も全体での防御率は 3.77 なんですけど、うん、先発陣に関しては 5.08 なので、やっぱり飛び抜けてちょっと先発陣が打たれてしまってる疲れなのかな。もう打たれたらこう攻撃っていうのは反発力っていうか、うん、あんまないんでね、うん、だからそれはやっぱこう1点ずつ返していっても3点4点を1点ずつ返しても3イニングかかるとか、はい、その間にまた1点取られたとか、うん、もうやっぱ悪循環しか生んでこないんだよね、うんうん、だからなんとかやっぱこう頑張らないと、だからピッチャーがクオリティスタート、はい、これをずっとやっぱこう続けられるようじゃないと、うん、得点力が低いだけに、そうなんですよ、ちょっと苦しい試合展開にはなるよね。そうですよね、その得点力に関してもやっぱり打率も2割1分9厘なので、そもそもあのロースコアでピッチャーが投げ切って勝つっていう、その広島今年はなんですけど、それにしてもやっぱ2割1分9厘だと DeNA だったり阪神とかの今の打線と比べるとやっぱりちょっとねっていうふうにはなってます、ね、まあそりゃそうだな、まあ、だからピッチャーがね、まあ、いかに頑張るかなんだけども、はい、まあ、その中で打者とすればね、はい、まあ、1、2番は出るとして、はい、ある程度ね、まあ、秋山と野間とか、うん、まあ、野間もねちょっと落ちてきたっていうのはちょっと辛いんだけども、うん、やっぱ小園と坂倉だな、この2人、はい、これが打たなかったらもう全くダメだ、機能しないですね、うん、いやだからこの2人っていうのはね、オールスター期から本当に頑張ってきてたよ、はい、でももっと頑張らないと優勝いかないぞって。あ、そうか、もっと頑張らないと、うん、だからこの2人の名前を名指しで出してるっていうのは、うん、それだけ他に頼りがいないんだよ、うん、もう小園と坂倉、はい、もうこの2人、この2人です。あとは絡んでほしいのが末金。そうですよね、うん、だこの3人が打たなかったらやっぱ広島は浮上はないよ。 あと打順で言うと、新井監督がこの前のジャイアンツとの初戦かなんかにその矢野選手を2番に上げてきたりとか、いじるということは何かやっぱり打線が機能してないな、打順が機能してない、いや野間が落ちたっていうのはそこ、ね、ちょっと機能しないな。やっぱ野間がしつこく塁に出てくれたりだとか、うん、やっぱ小園にうまいつなぎをしててくれたからね、はい、だから、まあ、そこら辺野間の復調、まあ、秋山のもう少し
出塁、はい、こういうのが出てこないとやっぱさ、ワンチャンスだけものにできるっていうことはなかなかないからね。うん、やっぱり1試合の中で小園だって2つか3つぐらいのチャンスは欲しいよね。そうですね。秋山が出なかったら野間が出てるとかさ、はい、野間が出ないんだったら秋山出てるとかさ、こういうふうにチャンスをどんどん与えていかないと、それは全て打つっていうのは難しいから、だからそのぐらいやっぱこう点取ることに関して言えば広島は難しくなってるよね。そうですね、やっぱ長打がないっていうのはな、そこですよね。だから長打があるっていうと、あの打線の中ではやっぱり末金選手に1本欲しいなっていうところではあるんですけれども、末金選手の無駄がね、なかなか出るもんじゃないし。そうですよね、まあ、ホームラン王争いでもさ、はい、トップ走ってる村上がまだ25本だから少ないですよね。いや少ないから、まあ、そんなに長打っていうことも期待もできない、まあ、打ってくれることに越したことはないけど、だからもう安定的に打たなきゃいけないのはもう小園と坂倉だよ、この2人なんですね、うん、と思うよ。で、まあ、新井監督もこの失速のこともあったので、まあ、試合前にちょっとみんなに話をしたかったということで、選手、コーチ、スタッフを前にミーティングでスピーチしたそうで、カープよく頑張ったね、では絶対に終わらせんでというふうに檄をちょっと飛ばして、選手たちの士気もコーチ陣も含め高めていったそうなんですけども、まあ、その試合はちょっと結果に結びつかなかったんですけれども、やっぱり新井監督も、まあ、温厚というか絶対選手のせいにはしないけど、やっぱりこの失速、ここはちょっと踏ん張り時なんだなっていうような感じで、もうみんなみんなでちょっと奮い立たせていこうっていうのを伝えたっていうのは、まあ、どの球団もやるよね、それはね、あの鼓舞していくっていう、そうそうそう、だからまあ広島に限ったことではなくてね、はい、他の球団もいろんな分析をしながら鼓舞していってると思うんだけどもね、はい、まあ、だけど、まあ、いかんせんずっと苦しいから、そうですね、もう本当に今日はなんか手足伸びて、なんか本当楽なゲームになったっていうのがなかなかないから、みんなやっぱ疲労だと相当溜まってるよね、多分ね。そうなんです、実はちょっとあのこれ紙面にも出てたんですけれども、その3連覇の時がやっぱりもうこの9月の時期に実は2位とゲーム差も離れていた、さらにその破壊力という意味ではリーグの中でもその時3連覇の時は抜きに出ていたと。2016年がトータルで684点、2017年が736点、2018年が721点というふうに打撃も野手も良かったと。ただ今年はそのリーグ5位の358得点とこの時点でやっぱり低いと。そうなし、半分ぐらいしか取ってない。そうなんですよ。だあの時優勝経験をした選手たちは中にいるけれども、こういうそのゲーム差が全くないような状況、さらに得点が取れない状況の中での優勝争いってことがないので、やっぱり選手たちも初めてのことに直面してるんじゃないかと。疲労度はかなり低い、まあ、優勝経験っていうのはあるかもわからないけども、うん、はい、まあ、その経験の、まあ、成り立ちっていうのがあって、うんうん、でもまあ新しい投手は新しい経験をするからね。まあそうですね。だからそのまあ経験値っていうのはあったにしても、それが当てはまるかっていうとね、また違うし、でやっぱこう3連敗した時の広島って本当に強かったし、まあ何もやらなくても優勝したよぐらいやっぱ得点力もあったし、あの優秀な選手がいたという。まあただ今年の場合は何かやっぱこうやっていかないとね、そらまだ400点いってないとか300何点とかいう中で戦ってるわけだから、いや、やっぱきついと思うよ。だから 2. 点いくつでしょ、多分平均援護点っていうか、はい、1試合で取るのが、まあ、3点取れればいい方だよね。いやだからその中で戦ってるんだから、そらよっぽどピッチャーが頑張らないとさ。そのピッチャーたちがそう今こうなっちゃってるのが、初回とかに多く失点してるっていうことは、やっぱもうそれだけでももう最初からもう用意どんから苦しいよね。ですよね、まあ、そんな中でちょっと先発投手のなんかこう希望の星になるかわからないんですけれども、あの広島のドラ1の常廣投手がどうやら15日の DeNA 戦で初先発の予定ということで、新井監督面白いじゃんというふうに話していて、今月8日のソフトバンク戦ファームなんですけれども、9回116球投げて8安打無失点で今季初完投勝利完封で飾ったので、三振何個取ってる？三振が5つですね、うん、8安打で5個、はい、ファームで
はい、無失点で DeNA 戦、はい、15日の DeNA 戦に先発予定ということです。新井監督大抜擢、一丁言ってもらおうかなと。面白いじゃん、十分勝負できる球を投げていると判断したということで、まあ、彼に対しては今年だけではなく先を見てというのもある、来年再来年を見た時に彼のことを考えて起用しましたというふうに話してはいるんですけれども、この時期にな、はい、そういう言葉を無理してつける必要もなかったと思うけどね、うん、それだけちょっと苦しいのかなっていうふうに思うね。その先発陣の、うん、そこをなんかこう起爆剤にしたいっていう思いは、まあ、あるだろうな、ね、まあ、やっぱまあ常色に欠けてるというか、はい、まあ、ちょっとすがりたいなっていう、もう頼むからいいピッチングしてくれみたいな、はい、そういうところが神頼みみたいなところがあるかもなんないね。そうですね。ただやっぱファームで8安打、うん、5つの三振しか取れてないっていうのが、うん、DeNA 戦で通用するかなっていうふうに思う。それとやっぱ巨人の西舘を見てるとね、とうとうナンバーガラスとか、はい、いろいろ言ってるけども、うん、それはもう信じられないな、なかなか。ああ、そうなんですね。結局、まあ、先発で結果出せなかったっていうところ、やっぱ西舘があれで大学で通用してたとか、うんうん、まあ、そういうことを言う、うん、まあ、確かに常色ってプロで投げてる姿っていうのは見てないけども、うん、まあ、西舘ぐらいだとしたら、うん、巨人のちょっと危ないような気がする。賭けというか、新井監督の、まあ、そうだね、うん、まあ、西舘っていうのはやっぱこうフォームの矯正というか、はい、ちょっと体が開いてしまう、うん、ボールが見えやすい、うん、そういう傾向にあるから、はい、やっぱこれはやっぱフォームの修正が必要だし、うん、常色がそうじゃなければいいけどね、うんうん、球持ちのいいピッチャーで、はい、でもね、なんで三振はって言ったら、三振が一つの目安になるんだよ、いいピッチャーの、あー、やっぱ取れてるんだよ、三振が、はい、それが9回完投でしょ、はい、それで5つしか取れてないっていうのがちょっと不安だなって思うだけで、うん、ちょっと引っかかる。それで DeNA 戦ですもんね。 そうそうそう、そこですよね。ただまあ広島は過密日程というか試合数も残してますし、ここからずっと、まあ、あの月曜日が3連休になるので、火曜日が試合は休みになるんですけれども、一応10月の3日まで、で4日金曜日休みの5日土曜日までは遠征がずっと続いていくという中で、果たしてそのやっぱり先発陣がちょっと疲れてる中で無理できないならば、そこに新しい常廣投手をはまってくれればなんとかこうやりくりして上昇していけるだろうっていう、その希望というか望みを託してるのかなっていう。そうかな。野手も投手もここからちょっともう正念場というか、いやもう本当に何のためにここまで来たかっていうことで、やっぱ正念場で、まあ、他のチームも正念場で戦ってるから、はい、だから気持ちが強い方だとかいろいろ言うけども、これはトータル的にキャンプからずっとやってきたことが、はい、やっぱもう集大成として出てくる。そうですね、だよりどこが厳しかったかっていうのが、はい、なんかはっきり出てくるような気がするよ。あ、そうか、まあ、中でもね、ちょっと試合数を多く残しているのはヤクルト戦だったりとかも。ヤクルト戦だったらいいな、はい、ヤクルト戦はですね、現在でいうと7試合残してるんですね、うん、どこだ。これはホームが3の、ビジターが4、まあ、ポイントに見るね、ヤクルト戦、うん、まあ、あの松田ではね、やっぱりヤクルトは弱いから、はい、だからそういう面ではやっぱそこをきっちり勝ち切らないとな。そうですね、まあ、ヤクルト戦がちょっと鍵を握ってるかもな、広島は。ですよね。ただやっぱりもう直接対決に負けたら終わるぞ。あ、巨人だったり、いや、それそうだよ、阪神だったりのってことですよね。そうそうそう、いやね、ここに来てまたね、順位が入れ替わったりとか、下と詰まってきたりとか、もう本当にあの今カープは上と下に両挟まれの今現在では状態で、非常にピッチャーも野手も苦しい中での戦いが続いているのでね、なんとかって思いはありますよね、ファンは。中日戦でしくじったからな、まさかのっていうかね。いやだから、まあなあ、本当に頑張らないとさ、ここまで来た意味がな、あ、そうですね、うん、なくなっちゃうんでね。そうですよね、うん、このまま失速していったら、仮に A クラスに残ったとしても、うん、なんか勝ち抜けていけそうな勢いはないよな、持てないよな、ね、はい、だから本当になんとかみんなでね、もう一度スクラム組んで、はい、もう頑張ってほしいと思うけどな。そうですね、いやね、赤ヘル女子軍団、はい、またあのこっからなんか意地というか勢いに乗っていってほしいなというふうに思います、はい、はい。